ジューコフの紋章ジューコフは、ロシア連邦のカルーガ州北東部にある都市。岡川水系に属するプロトバ川に、ウゴトカ川が合流する場所に立つ。首都モスクワの南西 100km、州都カルーガの北東 90km に位置する。人口は12,306人。1989年ソ連国勢調査では、人口は2,888人であったが、 プロトバ町を併合して、現在の人口となった。科学都市オブニンスクに隣接する。今日の十五府の町は17世紀初頭に遡る。当初は1656年に製鉄工場が作られたこともあり、ウゴツキーザボードと呼ばれていた。1780年には工場は閉鎖されるが、ウゴツキーザボードは周囲のマロヤロスラベツ軍の農産品を集散する。 市場長として存続した。19世紀には、地方経済の中心の地位を次第に創出し、宝飾品などの工芸を主とする静かな村へとなった。1974年、ウゴツキザボードのすぐ南にあるストレルコフカ村に生まれたソ連邦元水、ゲオレディ・ジューコフが没した際、ジューコフを記念し、1996年には、数キロ南西にある労働者の多い町、 プロトバを併合して、死となり、十コフと改名している。死の紋章は、十コフ元帥のファーストネームにちなんで、聖ゲオルギーを拝している。GK 十コフ博物館は、十コフ元帥が存命中の1960年に、開館した。現在の建物は、十コフの死後に建てられた。彼の記事である、ストレルコフカ村にも、彫刻庭園や建物を組み合わせた。 記念館がある中コ府地区のタルティの村は、ナポレオンのロシア侵入の際に、ミハイルク・トゥーゾフ元水の司令部が一時置かれた場所で、1834年に、博物館と記念碑が建てられた。トロイツコエ村には、18世紀末から19世紀初頭に、かけての啓蒙主義者で、ロシア帝国の文化、教育、科学政策を主導した女性貴族、 エカテリーナ・ダーシコは公爵夫人の辞書及び墓地がある。マ、ま、たスパスプログナニエ村には19世紀の数学者、パフヌティ・チビシェフの博物館と墓地がある。重古府市には繊維工場、木材工場、食品工場などが立地している。最寄りの国道は、モスクワ・ロスラブリを経て、ベラルーシ方面へ向かう A101 号線であり、その他には、町の数キロ南を、 モスクワからブリャンスクを経て、ウクライナのキエフ方面につながっている M3 幹線道路が通る。また、最寄りの駅は、モスクワブリャンスクキエフ間の幹線鉄道2899年に開設されたオブニンスク駅である。ありがとうございます。